翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。今日もよろしくお願いします。久しぶり、なんか収録がね久しぶりなんですよ。そうですね、本当に本来だったら、はい、5年ぶりぐらいな気持ちがありますね。そう、でもこの、ね、567が今ねコロナが結構大変じゃないですか、はい、世の中的には。で、翡翠さんちょうどねあのしばらく収録のスパンを長めに撮りたいっていう申し出がね、はい、あの567祭りの前にあったんですよ。あ、実は、はいはいはい。でちょうど次の収録がまさに今日なんですけど、はい、世の中でいう緊急事態宣言が終わる、解除される後ぐらいに予定入れてたんで、さすが翡翠さん世の中の夜明け見えてるなと思ったの、はい、なんかちょっと自動的に延長されちゃって今日はねそんな中この日本の夜明けにふさわしい、はい、ね、何物の符じゃない、なんていうんですか、こういう人のことを。翡翠さんのまさに本の主役ですよ。侍ですね。ね、侍。今、もののふって言おうと思った。もののふって。もののふって言えなかった。もののふってどういう意味なの、もののふ。武士。あ、武士って。え、もののけ、もののけじゃないね。もののふ。侍ですね。侍、サブロウ侍が、はい、女神を連れてね、はい、やってきてくれてるので、ご紹介しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介してください。じゃあもののふからはい、じゃあ今回あの2回目、お呼びいただきましてありがとうございます。タッツンと申します。普段はライフコーチとして、心理学とかスピリチュアルなことを伝えるような仕事をしてます。はい、そんな感じですかね。私がポス、はい、ポスト翡翠さんだってね言ってこうブログから一本釣りしてきたワコードですよ。でも今日実はね、もののふっていうなんで言ったかというと、うん、着物着てきてるから、ね、そうだね、うん、似合うね、うん、本当に。ちょっとラジオなんで伝わらないんですけど大丈夫、後でガンガン動画で伝えますから、ね、ガンガン動画で。で、もののふといえばやっぱ横にはあのおていさんですか。おてちょっと素敵な女神が、はい、ありがとうございます。タッツのパートナーのちえと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちえさん、ありがとうございます。翡翠さんと面識は、あ、ね、はい、結構吉武大輔さんと、ね、一緒にパズルの法則という本を書かせてもらった時に、うん、はい、ね、ね、千恵ちゃん、はい、結構来てくださってたから、はい、ありがとうございます、はい、あ、そうなのね、うん、じゃあもう3人で好きにやっちゃって3人で日本の夜明けを語ってくれる。このリスナーさんしっかり、翡翠さんの新刊が出たじゃないですか、まさに、はい、はい、私はね、あのラスガツには一票入れなかったんですけど、ラスガツ、ラスガツ、うん、何でしたっけ正式名称は。人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方、うん、まあ、幕末のね侍たち5人を描いた、あの今の時代こそねぜひ読んでほしい一冊なんですが、はい、感動しました。あ、感動、あ、読んでくれたんですね。感動しました。ありがとうございます。もうなんか胸が熱くなるような、あ、ありがとうございます。本当になんて言うんですかね、ストーリーにもちょっといきなり喋っちゃってでしゃべってあげるんですけど、はい、やっぱストーリーにも感動したし、はい、そのなんか人生にとって大事なことっていう意味でもすごく感動したし、はい、あとはいつもの翡翠さんの本とまた違った、はい、ほとばしる情熱、はい、もうほとばしる情熱で書きましたね。ほとばしてましたよ、もう熱くて、はい、それに何て言うんですか、僕最後の方ですね、本当、はい、エピローグ後書き、はいはい、最後ワンルーム叙情詩の、はい、あそこら辺ですよね、はい、もうなんかグワーってきて、ああそうですか、うーん、もういや本当ね、出てほしいなって思いましたね、はい、情熱がねすごい伝わってきて、はい、ね、みんないろんな人が涙がたくさん出たって言ってる、本当コメントすごいねたくさんいただいてたね。そうなんですよ、感想嬉しい限りで。それでもうなんかちょっとこんな格好になっちゃったんですよ。ありがとうございます。めちゃめちゃ感動しました、ね、ありがとうございます。本当草津温泉にねいそうな、こう草津温泉浴衣姿、浴衣姿でも似合いますね。ありがとうございます。タッツンもね、タッツン坂本山に似てないとか言うと多分翡翠さんがびっくりすると思うんだけど、多分これ恐れ多すぎて、いやもう本への情熱 ね、はい、ね、そうそうそう、うん、めっちゃ感じました。なんか翡翠さんっていつもあの
ユーモアたっぷりで、はい、面白い感じでなんか大事なことを、はい、お伝えてくださるじゃないですか、はい、でそれがなんていうんですか、今回の本は、はい、翡翠さんの情熱とか、はい、本当にこの伝えたい気持ちっていうのが、はい、なんていうんですか、もう隠しきれてなかったですよね。隠しきれてない、隠しきれてないんですよ。もうなんかそこの隠しきれてない部分になんか胸がもう熱くなって、あ、そうですか、嬉しいですね、はい、本当に。もうあの至福の喜びでいい感じでどやってきたのであのいつもの翡翠さんの、ね、番組に戻したいんだけど、やっぱでもね、やっぱこの本をこのタイミングに出したっていうのも翡翠さんはどういう風に感じてます？まあ、この本はその書き終えてから5年ぐらい経ってるんですよね。すごくその世に出せなくて、まあ、赤字もね、乗り越えられなかった時期とかもう30回以上書き直してますんで、で最後そのまあいろいろやっていくうちに編集者さんの赤字も僕は乗り越えられず、しかも編集者さんが会社を辞められたりとかいろいろやっていく中で1年近くね、もうお蔵入りして、うん、出すところもなくなっちゃった時期もあるんですよね。でもそのまあご縁があって新しいね編集者がついてくださって、うん、そっからはもうトントン拍子で来たんですけど、まあ出るタイミングがちょうどね、やっぱりコロナのこのタイミングとに重なる形で出たんですけど、うん、まさにその江戸時代の幕末っていうのはそのコレラっていうのがね、うん、当時コロリって言われてたんですけど、うん、そのまあ、コロリとコロナってもう名前も近いし、ね、非常にシンクロしている中で、うん、まあ、幕末はコレラが来て、うん、その大地震が来て、うん、そして経済が破綻して、うん、そんな中でその革命が起きていくんですよね、うん、新しい時代、革命っていうのはその命を新しくするっていうのが、うん、核っていうのはその改めるっていう新しくするっていう意味なので、うんうんうん、革命の元々の意味は命を新しくするっていうのが革命の語源、革命の意味なんだけど、うんうんうん、そのまさに明治維新のその命を新しくしていく幕末と現代が非常にリンクした中で出せたんだよ ね、 うん、ね、本当に今伝えたいことの全てをなんか書けましたね。 あの原稿ってじゃあもうだいぶ前に書き終えては書き終えてたんですけど、あ、ね、まあでもそこから30回以上直してますんで、あ、だいぶ形を変えていきましたけど、うん、あの大枠のところは5年前には書いてたんですよね。はい、僕あれ読んでちょっとまた調べちゃうんですけど、はい、あのときめきっていうキーワードが入ってたじゃないですか、はいはい、ときめき、志かけるときめきは龍馬っていう方程式が最後にあったと思うんですけど、はいはいはい、あれにすごく感動して、はい、なんて言うんですかね、志ってかっこいいじゃないですか、はい、でめちゃめちゃかっこよくてこう生きれたらいいなとか、はい、自分の命もそういう風に使い切れたらいいなって思う反面、うん、なんか僕の場合はなんですけど、はい、頑張りきれない、はい、っていうのがすごくあったんですよ、はい、これまでたくさんなんて言うんですかね、そういう偉人たちの自叙伝とか、はい、まあ、それに基づいた教えとか成功と、うん、哲学とか学んでいく中で、うん、毎回その時熱い気持ちになって、あ、こんな風にとか、うん、なんか昔、ちょっと昔の話だとプロジェクト X とか見て、うん、めっちゃ胸熱になるみたいな、はい、感じだったんですけど、でも毎日自分は時間を無駄に過ごしてるよなとか、はい、頑張ろうとしても頑張れないって気持ちがあって、はい、でも今回の本読んで、あ、そっか、龍馬はときめいていたんだ、はい、恋愛もデートも楽しんで新婚旅行に行ってなんて言うんですかね、大変な世の中だったけど、うん、ときめいていたんだっていうところに、うん、めちゃくちゃなんか響いた、今っぽいなと思ったんですよ、うん、なんか新時代銀河っぽいなというか、うん、やっぱこのときめきっていうエッセンスが、うん、さっき革命って話ありましたけど、はい、命を新しくしていくっていうところでは、これまでの志とか、はい、これまでの時代と違った新しい命が始まっていくとしたら、はい、ときめきじゃないかと思ったんですよ。もう感動したんですよね、そこに。それだったら自分もできるかもみたいな。確かに、ね、思わなかった、ちぃさん。ときめきはすごい感動して、ちぃちゃんも読んでくれて、はい、もうもちろんもう感動しました、ね、ときめきが本当に、ああだったらわかるっていうか、そうだよね、うん、なんか志っていうと理想的で頑張らなきゃいけないものでとか、なんかこういうイメージがね、うん、やっぱりあったので、そうそう、イメージがね、
イメージが、うん、ときめきはね分かるってなりました。本当ね、その、まあ、まさにねその本で伝えたかったのはそこなんですけど、僕はそのお涼さんの、あのお涼さん龍馬の彼女であり奥さんですけどね、そのお涼さんのインタビューの中でその夢を語ってる場面があってね、その龍馬とね黒船に乗って世界に旅したかったっていうのがね、お涼さんの夢なんですよ。でその当時鎖国してましたから、船に黒船に乗って海外旅したいなんて願う女性いないはずなんですよ。そんな願いをする女性がいないのはやっぱり龍馬と一緒に、その龍馬と一緒にね、その日本を変えてね、その当時鎖国できない、鎖国してたから海外に行けない、自由という言葉すらない時代の中でね、その龍馬の夢がそういう夢を語ってたからこそ、お龍さんとね一緒に黒船で世界を旅したかったっていう、それがお龍さんの夢だっていうのはね、それはきっと龍馬と一緒に語ってるからこそ芽生えた夢だと思うんですよね。でそのためにそのまあそのただ当時は江戸時代の良さってすごくたくさんあるんですけど、ただまあ250年以上続いてたので制度疲労が起きて、もう汚職があったり、まあ非常に制度疲労が起きてたんですね。でそんな中でもそのとりあえずそのこの江戸時代が続いていく以上、そもそも海外にも出れないし、そのこの黒船でね、お涼さんと一緒に世界で遊べるような国にしようっていうのが、もうそのときめき、もうその原点がときめきですからね。なんか今それ今っぽく言ったら、はい、宇宙船に乗って2人で宇宙旅行をしたいから地球平和を成し遂げようよみたいな感じですよね。そう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 、銀河の時代、それだったときめくときめくそれだったときめくそうそうそう、だからまあある意味その誰よだからその命がけで革命を起こしておきながら、龍馬はその、まあ、本にも書いたんですけど、まあ、役職、新政府の役職を決められる立場にいたんですよね、でもその見たらその龍馬のこのメンバー表を見たらその自分が入ってないわけですよね。命がけで革命しといて自分がトップにならない人っていませんから、うん、ね、しかも役職の名前すら入ってませんから、でお前何したいんだって勝つか最後に言われた時に、世界のね海援隊でもやりますかなっていう、まあ、龍馬お龍さんと一緒に世界遊び冒険の旅に行ってきますみたいなね、なるほど、クーっていう感じですからね。で龍馬はその自分のね命がけの活動を、僕はその大芝居っていうことに、その手紙にね、その桂小五郎宛てにの手紙に自分の活動ね大芝居って書いてるんですよね。大芝居って読むんですね、あ、なるほど、大芝居って大芝居、あ、大芝居でもいいと思います、ね、もう芝居を演じるっていう遊び心じゃないですか。そうですよね。でもあれ命狙われててね、でその龍馬って身長175センチぐらいって言われてるんですよ、でも当時の江戸時代、江戸時代の人たちって男子もすごく身長低くて、だから150から160ぐらいなんですよ、155ぐらいが平均なのかな、じゃあ20センチぐらいで龍馬はその男子がだいたいね150センチ台のね、155とかね、それぐらいの人が多い中175と言われて、で命狙う、そんな目立つ人がね命狙われてる中にデートしてるんですよね。めっちゃ目立つじゃないですか。そうそうそう。一番命狙われてて一番目立つ人がやっぱりデートしてて、その僕調べた中でお涼さんのねインタビューに載ってたんですけど、巌流島デートっていうのがめちゃくちゃワクワクして、宮本武蔵が決闘したところに、夜に小舟で乗りつけて二人で花火してるんですよ。で龍馬のボディーガードが不審な火をね発見しましたって言って、気をつけてくださいって言ってるけど、実はお涼さんと龍馬のデートで花火だったっていう。ボディーガードがやばいっす、あそこ不審な火が出てから龍馬さん気をつけてくださいって言ったら、巌流島にそんな起きるはずないのにみたいな。そう、実はお涼さんと二人でこっそり船で夜の巌流島花火デートとかね、ロマンチックですよね。でそんな、でもその龍馬はね最終的に暗殺、大政奉還を成し遂げた後に暗殺されちゃうんだけど、
お龍さんはその龍馬からの手紙って、うん、その実は龍馬って結構手紙魔なので、たくさんお姉さんにも手紙を出してるし、その何百通と見つかってるんですよね。でもお龍さんに宛てた手紙は、うん、そのお龍さんが誰かに見られたくないっていうのでね、海岸で全部燃やしちゃうんですよ ね、 ね龍馬の二人の、ね、間の手紙を誰にも見られたくないって言ってね、燃やしちゃって、でも一つだけ残した句がね、龍馬の手紙の中に書かれた句を一つだけね残したって言ってて、それはそのまた会うと思う心を知るべにて道なき世にもいずる旅かなっていう、もうお龍さんに会いたいっていう気持ちを道しるべにして道なき革命の旅に今日も出かけていきますっていう、龍馬がね京都からその江戸に向かうときにお龍さんに送った和歌がね、もう本当にそのしびれますね、挿絵にあったそうなんですよね、かっこよかったですよね、はい、もうね、うん、その和歌にね本当に坂本家って和歌を、ま、学ぶんですよね、普通当時の侍って漢詩を学ぶんですけど、龍馬はねその和歌を学んで、和歌を学ぶ家系だったんですね、家がね。今もし生きてたら、うん、坂本龍馬何にすると思います、この三密、ね、それを、ね、聞くために今回、ね、現代の坂本龍馬に来ていただいてます。現代の坂本龍馬、現代の坂本龍馬さん今何しますか。次回、それ次回、ちょっと待ってください、ま、次回それ次回聞く、現代、うん、限界それ次回聞く、考えておいて、わかりました。でもね、そうよね、こんだけ本を大絶賛してるんだから、もうイズムを注入されたタッツンならスラスラと浮かんでくるかもしれない。現代の坂本龍馬今何歳ですか。現代坂本龍馬、現代坂本龍馬じゃない、何歳ですか。でも31歳です。あ、はい、龍馬のちょうど、はい、クライマックス期ですよ。もう大活躍してる。やばいです。海援隊作った、日本初のカンパニーを作った亀山社長を作って、そっからもう2年間で、31歳からの2年間で世界変えてるんですよ、もう。なんか恐れ多すぎてさっき言えなかったんですけど、僕身長175なんですよね。あ、わ、寄せてきた、まさかの寄せてきた、まさかの。じゃあちょっとほら、引きずりさん体重は体重何キロですか。体重は今56かな。56、はい、ちょっと龍馬のが上だね。そうですよね、龍馬もっと大きかったですよね。今ちょっと引きずりさんほっとしてだってさ、前回翡翠さんにお呼びいただいたこのラジオの時はなんかジーザスいじりがもうね、セイントお兄さんだけど、やっぱり今、ね、今回は龍馬、今日現代の龍馬、今日は現代の龍馬いやだって、ね、龍馬って私そんなに知らないんですよ、はい、うん、でもみんな熱く語るでしょ、うん、で教科書から消えちゃうじゃない、はい、ね、そんなにみんなファンが多いのになんで消すんだろうって、はい、不思議でならないんだけど、うん、はい、でこうして今復活させてるわけじゃない、翡翠さんが、はい、ね、でここにももう令和の龍馬も来てるわけじゃない。令和龍馬来てますね、うん、令和龍馬、ね、令和龍馬何をするっていう、まあ、でもそれ来月、来、うん、次聞こう、ね、現代の龍馬だったら。あとさ、翡翠さんの本の中で出てくる、はい、あまさんっていうか、なんつうか、野村元さんね、あの人 の、はい、歌っていうか、こう、はい、みんなやっぱこうなぜ歌を歌うんだろうっていうか、やっぱそういう時代なのかもしれないけど、うん、素敵な文化だよね、気持ちを和歌にするし、ね、しかも美しいですよね、本当にそのすごい文化で、なんでなくなっちゃったんだろうぐらいの。翡翠さん学校で和歌とか習った、ちゃんと習わない、ね、一句読めとか言われたことある。一句読めって今まで一回も言われたことない、ね、ないよね。いやでもね、うちね、次男がね、と長男、今自粛で学校ね行ってないじゃないですか、うん、なんか一句読み合ってんですよ、なんかひらめいたとか言って、五七五の、この間もなんか、ね、生きてるだけでそれでよしとか、そういうようなことをみんなでこう言い合ってるのかね。だから子供たちってやっぱそういう感性あんのかなってちょっと思ったのね。ダジャレとかもそうだけど、今日ちょっと亮さんいないからね、まあ、ダジャレってもともとその和歌の掛け言葉ですから、すごく由緒あるものなんですよね、だから和歌が、和歌ってその掛け言葉をね、そのすごく多用するから、その掛けてるのがその、今の言葉で言うとダジャレなんですよね。へー、そうだったんですね、はい、なんかそんな
高尚な文化に根付いてると思わなかったんで今めっちゃびっくりそうなんですよ。でもそうだよね、うちのお寮さんは高尚な人なんで、うん、お会いしたかった、ね、いや今日ほら女神の知恵さんもいらっしゃるからね、そんなおやっぱそれあの本の中で女性出てくるじゃない。そうです ね、 ね、野村さん元はい、ね、美しかった、美しかったですね、うん、母としてですよね、うん、赤ちゃんがね本当に不運な、うん、そうだよ、なんだ自分の子供なんかも死んじゃうんだもんね。そう、あ、私もあの流産したこととかもあったので、うん、すごく共感する部分もあって、うん、なんかこの子供たちへの思い、うん、でもこう救えなかったというか、うん、あのね、健康にしてあげられなかったとか産んであげられなかったとか、うん、そういうところはすごく重なって、うん、すごくなんかこう心にぐわーってきました。でもね、あの最近その頂上戦士ケルマディックさんっていうね、うん、方とご縁があって毎月僕のオンラインサロンの方に講座してくれてるんですけど、うん、その流産の時っていうのはその流産のね、その子供も役目があって、うん、お母さんのね体をその流産を通してその大浄化してくれるっていう役割があるって言ってましたね、うんうん、でもなんかそれわかるわ、別に、うん、あの何人に感情移入してんだって分かんないけど、自分に何か起きるときって大丈夫かなんだよね、すべて、うん、役落としとかいろいろ言ったりするじゃないですか、うん、女性はまあ究極そこだと思うんだけど、うん、なんかね、お笑いだとか言っちゃうけどさ、うん、何かそう全部持っててくれる、うん、それも愛なんだよね、うんうん、そうだね、違う角度から見ると実はね、そういう大丈夫かっていう愛かもしれないですね。このコロナもそういう意味では大丈夫かでしょう。あ、確かに、まあ、そのあたりはちょっとね、次回坂本龍現代の龍馬さんに聞いてみたいですけどね、もう忘れたふりをしてるのになかったことにじゃあせっかくですから今日はここで一句にしますか、それとも名言にしますか。あ、じゃあ、まあお二人のね、から一言ずつなんか名言を欲しいですね、ちえちゃんとタッツンから。じゃあ先にちえさん。あ、私から。じゃあ、はい、私は、タッツンと出会って、うん、まあ、6年くらいになるんですけども、うん、いろいろ分けありで、うん、一緒になってきたっていうのがあるんですけども、もともと私は結婚してたりっていう中で、うん、恋愛関係になってていろいろあったんですけども、うん、そんな時に私が自分が言った言葉でもいいですか、うん、名言にして、いいでしょうか。そ、一番いいよ、涼しいやつですよね、うん、はい、じゃあ私の言った名言って自分で言っちゃうんですけど、はい、恋は魂の事故っていうのをちょっと言ってた時があって、恋は魂の事故、はい、もう、龍馬、まあ、事故ってしまったみたいなじゃあ現代の龍馬と事故ってしまった、はい、そうなんですよね、現代の龍馬と事故ってしまった、はい、お龍さん、お龍さん、はい、お龍さんだ。でもタツもタツの字が入ってるので、あ、そうだ、龍なんですよね、龍だもんね、うん、そうだね、龍の喜びでドラゴンジョイでしょ、だってそうそうそう、最近対応してる対応してるそうそう、タツノリっていう名前で龍が喜ぶっていうのは慶長とか慶応大学の慶っていう字なんですけど、龍が喜ぶと書いて辰徳なので、あ、やっぱりさすが受け継いでますね全部がこっちに来ない大変だこれ翡翠さんから龍馬って認定されたらえらいこっちゃですよ、耐えしめない、いろんな期待にでも前回キリストでしたからだいぶそれハード下がった、前回キリストでしたからね、反感買うと思ってすごいよね、キリストを背負ってのもすごかったけどねそしてじゃあその現代の龍馬からの名言、じゃあ、そうですね、まあ、これといった言葉が、名言っていう形じゃないかもしれないですけど、はい、最近僕の中ですごくやっぱり大事にしている言葉があって、はい、それは等身大で生きるっていう言葉ですね、うん、はい、なんかやっぱりいろいろと、うん、いろんなことやっぱりやりたくなるし、うん、しますけど、そのままが一番いいっていうのを、うん、この時代ね、はい、改めて響く言葉ですね、そうなんですよ、からの、じゃあ翡翠さんの一句で、あ、まあ、僕はそのさっき言ったねもう今日はもう僕から出るのは一番ね、この新刊の人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方のその龍馬のね、和歌
あのまた会うと思う心をしるべにて道なき世にもいずる旅かなということで、また来月ね、ゲストで来てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組の提供は喜びの種まきプレシード、愛の織箱や八坂医療法人社団アーユス黒崎歯科の提供でお送りしました。今日も夢を歩くように、僕らが届けた言葉の頼りが、大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった「ありがとう」「や愛してる」を、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて